んにちは、監督の岡ちゃんです。この動画ではウイで2018の監督モードを使用して各国の代表やリーグの試合をお届けいたします。今日は国際親善試合フランス対コロンビアの試合をお届けいたします。ではどうぞ。サッカーファンの皆さん、こんばんは。本日の試合はフランス対コロンビア、サンシーロよりお届けしてまいります。解説北澤さん、今日ドンカビラでお届けしてまいります。北澤さん、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。さあ、両チームイレブンが姿を現します。フランスはこの試合4-3-3というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？そうですね、両ウィングが注目になりますよね。はい、ワイドに開くことによって中央から相手ディフェンダーを引っ張り出せますし、そこにクロスを入れていくか、あるいは両ウィングはスピードがあるので、はい、やはり切れ込んでいくということも一つの狙いですよね。まあ、あとは何といってもボランチが重要になってくるんですよね。なるほど、ボランチなんですね。そうですね、この場合はアンカーですよね。ボランチは中盤の底から起点になってビルドアップしていく攻撃方と、ひたすら走ってカバーやプレッシャーに行く守備型がありますけども、そのバランスを考えて引っ張っていけるかがポイントでしょうね。さあ、前半見ていきましょう。フランス対コロンビア、エキシビションマッチをお届けしてまいります。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。シリブ、ポグバ、トゥイリー、ここで前を向けるか。キーパー前へ蹴り出します。カウンターを仕掛けていきます。プレッシャーボール、ロリス、マトゥイリー、オマレマル、グリーズになりましたね。いい展開ですね。自分で行く、上がる、いやもうギリギリクリアっていう感じですよね。撫でるようなボールタッチ、中は枚数います。どうする、縦へのボール。さあ、カウンターを仕掛けます。アメスン・ロドリゲス、ウンティティ。今日のゲーム、両チームまずこの立ち上がりは北澤さん、どうご覧になりますか。まあ、今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方。あ、ダメだ、決まった、先制、フランス先制点はフランス。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。さあ、フランス1対0先制しています。一旦主導権を握った形になりますけど、まだまだ何が起こるか分かりませんよね。ジオバンニ、ミドル、いや、北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや、今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。さあ、右へ預けて、グリーズマン、右サイドへ振って、また中央へ、追加点、フランス、フランス怒涛の追加点。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。いや、気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね、今のは。さらに1点を追加し2対0としています。フランスとしては立て続けですからね、乗ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。
さあ繋がるか、サイドのスペースへ走らせる、いいボールでしょう、いけるか、シュート、ロリス、しかしこれよく止めましたね。いや、キーパーの反応最高ですね、素晴らしいですね。好セーブを見せましたロリス。頭狙いしましたんですがヘディング決まりません。サイドのスペースを使います、このボールはカットされます。さあフランスボールです。このボールはつながりません。フランスボール、もう一度コーナーキックです。サイドを縦に走らせます、いいボールですね。ムリエル、お、いいですね。一旦前を取る、クロスを選択、長いボール縦へ、さあどこに出してくる、おっとルーズボール、この柔らかいパス、オマルマル、長いボールを送ります。さあ一気にカウンター、グリーズマンから右へ、シリム、大きく縦へ、サイドを使う、あ、いい展開ですね。シュート、オスピーナ、これよく止めましたね。いや、よく止めましたね、ファインプレーですよね。この場面でスーパーセーブです、オスピーナ。サイドへ、ゆるく狙ったボール、いいボールだ。カルロ・サンチェスからハメス・ロドリゲス、キーパーから前線へ、カルロ・サンチェス、ここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。北澤さん、ここまでについて何かございますか。フランスとしてはファーストゴールで何か掴んだんでしょうかね。立て続けに決めましたし、この後も前半同様しっかり守りながらメリハリのある攻撃を続けていくことでしょうね。フランスが前半は2対0という形リードして折り返します。後半スタートです。インテール、さあ右へ預けて、サイドのスペースへ走らせる、中央へ、マトゥイディ、ポグバ、シリ、ワンクラスね、マトゥイディ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。クリスティアン・サパタ、さあカウンタースピードを上げたいところ、どうかこのパス、いやいいボールだ。さあボールはロドリゲス、どうだ、ニゴロカンテから緩いフィードボール、アメス・ロドリゲス、緩いボール、オマレマル、マトゥイディ、
ランスがこのセカンドハーフの序盤を2点差でリードしているんですが、この後の展開を北澤さんはどうご覧になりますか。まあ、次の1点が決まるようなことがあればほぼ安全圏ですよね。サッカーやってる人なら分かる。危ない、ナイスイル、中につなぎたい、縦へのボール。さあカウンターのチャンスになります。裏のスペースを狙うアメス・ロドリゲス。これいいでしょ。アメス・ロドリゲス、ヘディング、触れた。いやー、ファインセーブでしたね。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。ここで見せてくれましたロリス。守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。コロンビア、ここで選手を変えます。これは先に触ります。コロンビア、ウンティティ、グリーズマンから左へ、また中央へ、この位置で受ける、カルロス・サンチェス、長いボール縦へ、ロングフィードで狙う。もっといいボールでしょ。抜けるか、上げる、ズドン、すごい反応を見せましたロリス。いやー、ファインセーブですよね。よく止めましたね。これコロンビアが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。ヌゴロカンテ、ポグバ、グリーズマン、ドルーズボール、カルロス・サンチェス、一呼吸を置きます。オスピーナ、大きく前線へ、ルーズボール、長いボールを送ります。右サイド上がる、サイドのスペースを使います。仕掛けるタイミングを図る、ボールが収まりません。ここはファールです。アリアスから大きく縦へ、サイドを使う。いいとこ入りますよ。ムリエル、もういい形ですよ。アウトまで来た。コロンビア絶好の得点機でしたがゴールならず。判断がね、そのプレッシャーからかどうか難しいとこですね。コロンビア入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。素早いパスで攻め上がっていきます。アメス・ロドリゲス、出ましたね。これはつながりません。ムリエル、中に入れる、どうだ、裏のスペースを狙う。あ、いいボールだ。コーナーキックです。両チームともメンバー交代があるようです。チャンスを演出できるか。カルロス・サンチェス、長いボール縦へ、バッカ、組み立てながら攻め上がっていく。ふわっとしたボール、シュート。一連の流れ、スルーパスを受けてからの、ここで笛です。2対0、フランス見事勝ちました。さあ北澤さん、今日のゲームどうでしたか。フランスとしては前半からしっかりに点を奪っていけたのは、その後の試合運びがしやすくなるといった意味でも非常に大きかったですよね。失点もありませんでしたし、納得のいく試合だったんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。解説
は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。フランスが2対0、見事無失点に抑えて勝利しています。